高木彦右衛門は、江戸時代の長崎で町年寄りなどを務めた町の有力者。出島築造に際してその資金を提供した、出島町人の一人で、キリシタン近教令が出され町年寄りの町だけが、没落した後に、高木彦右衛門英帝が、町年寄りに就任したが、口述する深堀騒動により断絶する。元六九年、長崎町年寄り筆頭であった。 高木彦衛門さだ家は、当人をらんだ商売割り方並びに参加費とともに、総勘定の元締めに任じられ、翌10年には、同白物買いの総指名役も命じられている。そして、同10年に、東蘭貿易総元締めを、江戸幕府から任され、白物買い会所が設立された。抵抗司法で扱いきれなかった、貿易品を物々交換によって取引する、白物買いは、 元六八年に江戸の商人、伏見や史郎兵衛が中国船の席戻し品を銅の代替で取引することを幕府への千五百両の運上を条件に認められたことから始まったものであった。それを二年後の元六十年に彦右衛門が二千貫目の席戻し品を不足した銅に代わって俵物によって買い取ることを二万両の運上を条件に認められたのである。 元六十一年には、中国貿易に、銀二千貫目分の線生子、星あわび、カヒレ、昆布などの俵物書式による白物替えが許可され、当選の数も七十席から八十席となった。それに伴い、彦コ門は、同年四月に、異国商売人未定約並び五雲上銀のお方役、という勘定奉行直属の幕利身分に任ぜられた。この時より、彦コエは、 外国貿易と、運行事務を統括することになった。こうして、彦コエを白物会頭取とし、町年より4人と県人を含む、受け払い役12人、筆者証約15人の陣容で、白物会会所を解消した長崎会所が正式に、発足した。彦コエが、幕府から支給された、不知前は80票だったが、実際は10万国の大名以上の経済力を持つと、 言われており、すでに名字立てはも許されていた、貞地下の威勢は、非常に大きなものであった。また、貞地下は、元九十年十一月から翌十一年五月まで、江戸幕府の元に出頭し、三月二十八日には、将軍に、礼拝している。元九十三年当時、彦右衛門ンサダは、白物海海諸島取県長崎表見船部ム、安屋役に任税られており、 多くの使用人を抱えていた。この事件のあった12月19日、初の男尊が生まれ、その子の宮参りのお祝いとして、高木家一族老党は祝縁を張り、一族も家来も皆良い、大いに騒いだ。この日、高木家の家来である又助と久助が、大王と地坂ですれ違った佐賀鍋島藩の重臣、鍋島岩佐右門のの家臣。 深堀三衛門が跳ねた雪解けの泥をかけられたことで、揉め事になった。深堀三衛門は、和びるも、遠石返りの高木家の家来たちは許さず、激しい口論になった。その場は、現場の大夫と、寺坂の近所の者たちが仲裁したが、このことに恨みを抱いた二人は仲間を集めて、深堀鍋島屋敷に乱入。深堀三衛門はじめ屋敷に居合わせた者たちを打ち据え、 刀を奪って逃走した。翌朝、騒動の発端でありマタスケたちに打ち据えられるという、地軸を味わった、深堀三衛門と親族の柴原武衛門が、高木邸に押しかけ、マタスケと九助を出す、よう要求。彦江門は低姿勢で穏便に済ませようとしたが、復旧を果たせぬことに承服できなかった。 三衛門たちと駆けつけた、深堀鍋島家の家臣10人を加えた計12名は、高木邸内に打ち入った。襲撃時に入浴中だった彦衛門は、浴衣に刀を一振り刺した姿で襲撃者に対抗した。奮戦したが、最後は三衛門に刺され、三衛門の息子、かえもにより頭を切り割られ絶命した。後の検視で致命傷になるような傷は3箇所、傷は、 頭部と腹部にあり、彦右衛門が振るった刀は、箱ぼれ血の折も付着していたという。この襲撃により高木家の邸内は、あれ、死傷者も多数出た。深堀衆は彦右衛門の首を切断し、槍先に突き刺して屋敷から出た。襲撃を終えた直後に、深堀三衛門と柴原武衛門は切腹した。この事件の戦技を、抜閣の柳沢義安と、牧野成里佐だ。 安倍正岳が言った。安倍の発言は、鍋島家川に好意的で、他の者もそれに同意していたという。長崎奉行所による判決は、鍋島家川は、高木家を襲撃した、加エ門はじめ家臣10人を切腹、後から火星に加わった9人を遠投という処置で、主の鍋島間左衛門のは、事件当時は、現地不在であったとして、お構いなし。逆に、サダチの子、 彦六は、打ち入りの際、邸内にいたにもかかわらず手向かいもせず隠れていたのは、不届きであるとして、家屋、家財没収の上、長崎五輪司法追放と江戸、大阪、京都への居住禁止、深堀鍋島屋敷に乱入した高木家の家来9名は、全員残首、という、厳しい処分が下された。判決後、彦六は、天草に移り、高木家は断絶した。 当時、西浜町にあった、彦江門の屋敷は、高木家が没落した後、町年寄りの旧正家の屋敷となった。ありがとうございます。